待て。おーっと、いいアタックが決まったが、さすがディフェンスタイプ。わっ、いいよ。わー、いいね。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。ベイブレード X より BX31 ランダムブースターボリューム3です。それでは見ていきましょう。ということで、もう最近もベイブレード X の人気がすごすぎて、お店でめちゃくちゃ個数制限ねされてて、1人1個とかね、1人、まあ、3つまでとか、いろいろお店によって違うんですけれども、はい、まあ、ということで僕は今回この6箱で、このレアのねティラノビートをね、当てる必要があるので、ちょっとまずはね、この6箱開封からやっていきたいと思います。ということでね、全て開封しました。ちょっとねこのシャークエッジが被ってしまったんですけれども、最後の1個何が当たったのかというと、こちらです。ティラノビート、よかった。しかもレア枠の方がね当たりました。いやでももう一個の方でね、この緑の方もめっちゃかっこいい色してるので、これも欲しかったんで花魁します。はい、まあ、それではちょっと一個ずつ見ていきましょう。まずはこちら、ヘルズチェイン 980O ですね。はい、このラチェットの色めちゃくちゃ綺麗ですよね。でこのビットの O っていうのが、まあ大会だと 3-on-3 とかにね、あの出てくるビットだと思いますのでね、はい、いいと思います。じゃあ次こちら、ドランダガー 470P ですね。ドランダガーブレードがね結構相手を弾けるのと、あとこの P っていうのもね結構大会ワンベイとかでも結構出てきて怖いビットになってるのでね、これも良いでしょう。そして次シャークエッジね、はい、がこのシャークエッジ 169 ですね。このブラックのシャークエッジっていうのがめちゃくちゃかっこいいっていうのと、もう普通に大会でもワンベイとかでも 3-on-3 でも結構出てくるね、アタックになってますね。で160も結構アタックにカスタムされるラチェットで、この、このクエイクですね、今回の新規パーツ、これがどのような動きをするのかっていうのがまだちょっと回してないので未知数ですね。はい、そしてこちらライノホーン 589ですね。はい、このライノホーンね、結構この隙間っていうの、このへこみがあるので、そこにアタックがこう食いついて、でカウンターでね、オーバーとかバーストとか結構決められるベイになってるので、個人的にあのヘルズハンマーのヘキサとか合わせてあげると、好きですね、はい、このライノホーンは。でこのクエイクが今回結構収録されてるので、どれが当たったとしても割とクエイクね当たりやすいんじゃないかなと思います。はい、そして今回のこの大目玉ですね、はい、こちらティラノビート、ちょっとパーツ1個ずつ見ていきましょう。まずはこちらブレードティラノビートアタックタイプですね。上下方向にギザギザと突出した分厚い8枚刃で不規則な打撃を与えることに優れるっていう感じになってます。このギザギザとかこのトゲトゲがねもうすんごいゴツゴツしてるんですよね。これで相手を弾くって感じでしょう。次ラチェット470、ベイの高さを中くらいにセットするパーツ、攻撃をいなしやすい4枚刃を採用ということで、このラチェットの高さって今のところ3段階あって、60、70、80っていう感じになってるので、そのちょうど真ん中なので、その60と80どっちにもまあ大体対応できるんじゃないのかなっていうラチェットです。そしてラストこちら、アタックタイプビット、これがクエイクですね、9ビットです。斜めにカットされた形状の軸先が跳ねるように暴れる不規則な動きを生み出すということで、このベイブレードシリーズはね、結構過去シリーズでもこう飛び跳ねるみたいなのが出てるので。今回の X での飛び跳ねる枠がついに出てきたねっていう感じですね。はい、この色の組み合わせも面白いですよね、赤と水色っていう。はい、ということでこれカスタムするとティラノビート479となっております。でね、皆さんこれの重さ、気になっていると思いますので、重さね測っていきましょう。それでは比較として同じアタックタイプのドランソードと一緒に測っていきましょう。まずはドランソードのブレード 34.85 ですね、34.85 です。今回のティラノビートは
お、え、36.95。 あ、いい重さしてるんじゃない。一応ドランダガーもいきましょう。 34.89 で、ユニークラインのドランバスターですねが 36.11 なので、いや、やっぱりこの 36.96 は結構重いですね。はい、じゃあラチェット 6.32 です。でこっち470が 6.45 で、フラットビットが 2.24、 はい、でクエイクが 2.17 ということで、ちょっと組み合わせていきましょう。ドランソードの重さが 43.41、 ティラノビートが 45.58。 あ、結構重くなってますね。それでは早速バトルやっていきましょう。それではこちらのティラノビート 470Q をまずは試し打ちしていきましょう。 3,2,1 ゴーシュ。え、あ、飛んだ飛んだ飛んだけど、割と安定してたな。あ、で時給はめちゃくちゃないね。なるほど。一番最初に戦うのはこちらスフィンクスカウル 980GN ですね。ディフェンスタイプなのでアタックタイプのティラノビートに有利です。それでは1回戦目いきましょう。 3,2,1 ゴーシュ。わっ、はい、オーバーフィニッシュ、2ポイント。2回戦目 3,2,1 ゴーシュ。おっと、当たっているが、うわー惜しい、今の惜しいね。いや、でもエクストリームダッシュしてない、やばい、うわー、はい、スピンフィニッシュ、1ポイント、2対1。3回戦目 3,2,1 ゴーシュ。うわ、当たらない、当たってる当たってる当たってるが耐えられている。そして時給がない。はい、スピンフィニッシュ、1ポイント、2対2。4回戦目 3,2,1 ゴーシュ。おっと、いいアタックが決まったが、さすがディフェンスタイプ、めっちゃ跳ねてる、やば、いや無理かこれ。はい、スピンフィニッシュ、1ポイント、2対3。5回戦目 3,2,1 ゴッシュ。おっと、いいアタック、いいアタックが決まっているが、さすがディフェンスタイプのスフィンクスカウルだ。うわ、全て耐え切りました。スピンフィニッシュ、1ポイントで2対4スフィンクスカウル勝利。次はこちらシャークエッジ 560GF ですね。最近発売されたやつです。それではいきましょう。アタック同士の対決、1回戦目 3,2,1 ゴーシュ。うえーい、バーストフィニッシュ、2ポイント。2回戦目 3,2,1 ゴーシュ。おっと、いいよ、いいけど当たってはいない。こうなるとスタミナ勝負は厳しいかな。はい、スピンフィニッシュ、1ポイント、0対3。3回戦目 3,2,1 ゴッシュ。さて、おっと、あ、耐えた耐えた、はい、なんとアタック耐えてスピンフィニッシュ、1ポイント、1対3。4回戦目 3,2,1 ゴッシュ。わっと避けられる。そして、お、はい、スピンフィニッシュ、1ポイントで2対3。5回戦目 3,2,1 ゴッシュ。あー惜しい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 ね。うわ、これスタミナは大丈夫かな。いや、ギリギリシャークだね。はい、ということで、2対4でシャークエッジ勝利ということで、ここでちょっとビット変えていきたいと思います。このクエイク結構跳ねて、でその上がった時にアタックされてバーストとか、あと最後の粘りがなかったりとかするので、ちょっとこのラッシュにね変えて戦っていきたいと思います。戦う相手はこちら、最強ウィザードロッド、570DB ですね。はい、この最強ベイト戦わせていきましょう。1回戦目 3,2,1 ゴッシュ。
さて、よし、いいよ。わあ、いいね。飛ばせるね。はい、オーバーフィニッシュ、2ポイント。2回戦目、3、2、1、ゴー、シュート。待て、あー、当たんない、当たんない。いいよ。いや、でもこれは、厳しいかな？さすがに厳しいか？あ、でもやっぱ、ラッシュ、結構粘るんだよね。はい。スピンフィニッシュ、1ポイント、2対1。3回戦目、3、2、1、ゴー、シュート。おっと、惜しい。エクストリームフィニッシュ、惜しい。うわ、耐えられたか。これまた厳しいかな。はい、スピンフィニッシュ1ポイント2対24回戦目、3、2、1、ゴー、シュート。おっと、いいアタック。そして、よしよしよし。ただやっぱ重い、重い、やばい。それはやばいな。やっぱ弾くのは厳しいか、ウィザード。強っ。はい、スピンフィニッシュ1ポイント2対3。それでは5回戦目、3、2、1、ゴー、シュート。おっと、いい。あれ、はい、ということで、なんと最後ね、ラッキーオーバー決めて2ポイント4対3でティラノビート勝利。ということで、今回のティラノビート479のレビューいかがだったでしょうか。クエイクの扱いが難しすぎるっていうところですかね。今回ラッシュ使いましたけども、スタミナ軸でもありなんじゃないかなと思ってますね。なので、やっぱりまだ今後ね、研究が必要なブレードだと思います。はい、ということで、今回の動画いいなと思った方、ぜひチャンネル登録、高評価、 X、 TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。